半負けの本家の半魔岩先生です。人間の上の生物であるということでね、私だけですね、地球でですね、お話してるんですけれども、人間、全人類っていうのはね、人間っていうのは、活動はね、人間で活動していません。ね、で、人間の知能って低いんで、私、どんなにノーベル賞を取ってる人でも、私の1000分の1なんですよ、知能はね。でね、人間というのはなんで活動してるかというと、この世の中って宇宙生物で生きてるんですよ。人間で生きてるんじゃないんですよ。全体で生きてるんですね。で、人間100億人ですけども、もっともっと多いんです、宇宙では。それで動いてまして、人間っていうのは知能は低いんで、上の生物に支配され、必ず支配、100%支配されてます。ね。で、上の生物によって動いてるだけです。すべて。だから人間の意思聞いたって全然ダメなんですね。無能なんですね。全部上の知能の生物で活動してます。動いてます。で、私は人間の上の生物であるんで、支配されてないんです、宇宙で。だから、自分の意思で動けるんですけどね。人間は支配されてるんで、上の知能が低いんでね。宇宙生物に支配されてます。だから、悪い宇宙生物と良い生物がいるんですね。で、それで動きます。で、また、私に対して攻撃は、悪い人間にか支配できる、人間を支配できる、利口な悪い生物が動かして、人間をよく動かします。で、そういうことで、人間の話聞いたらダメなんですね。全然知能低くて。全く無能なんですね。だから宇宙生物がね、来た、支配してる、いいのと悪いのを両方聞かないといけないんですね。悪い生物もいますから。その悪い質が動かすと、私も命取られることがあるわけですよ。悪い生物でも強いんで、知能が高いんで、人間よりか知能が高いんでね。ということですね。だから人間の考えたことは全くダメですよ。発明でも。全部教えてるだけで、宇宙生物が。全く無能ですよ、人間は。ということをよく知ってください。ね。全部宇宙生物の生き方は全部ね、上の知能の生物が支配してますということですね。で、上の知能が支配してまして、悪いのといいのとかいますということですね。人間は全ての活動はそうですということですよ。それをよく知っていただきたい、宇宙生物にね。人間はああだこうだを言うけども、めちゃめちゃしか言えませんけども、人間を支配できてる悪い生物がそう、それで私の話をめちゃめちゃに壊してくるだけなんです。ということですね。人間がやってるわけじゃないんです。人間よりが強い、もうやりますけど一緒にね。地球内で居心地が悪いというか大変だからということでね。ぶつけてきますから一緒に攻撃してきますよ。ということですね。で、活動は、人間たちの活動は全て宇宙生物で支配されてまして、その活動で動きます。悪いのといいのと両方いますから、ね、それをぜひ知っていただくという宇宙生物にね、人間というのはそういうふうに知能が非常に低いです、ということを理解していただきたいですね。どうもありがとうございます。